皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今回ですね、僕のヒーローアカデミアアニメの5周年企画として担当編集の座談会というものをお送りしたく思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですけども、歴代担当4人それぞれの自己紹介を始めたいと思います。では最初の、初代担当から順に紹介していきます。じゃあ初代担当の小池さん、よろしくお願いいたします。はい、僕のヒーローアカデミア初代に、担当編集をやらせていただきました、小池仁志と申します。担当の時期としてはですね、連載開始前の1年間ぐらいだったんですけども、2013年の6月から、14年の6月の途中って感じですね。バスでいうと4話目の途中で2代目の文字君に変わるっていう風な、経歴であります。はい、では続いて2代目担当の文字さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。2代目担当の文字健吾です。ヒロアカはさっき小池が言ってたんですけど、4話目くらいからいきなり引き継いでしまったので、2014年の6月から2018年の何月かちょっと分かんないんですけど、文化祭編の直前ぐらいまでやっていました。よろしくお願いします。じゃあ続いて3代目担当の頼富さん、よろしくお願いいたします。はい、僕のヒーローアカデミア3代目担当の頼富良介です。そうですね、多分文字さんが担当離れられたのが2017年の年末12月で、そのタイミングで、変わって、そこから、昨年ですね、2020年の9月ぐらいまで、担当をしておりました。よろしくお願いします。お願いいたします。で先ほど喋っている私が4代目担当の田口と申します。昨年2020年の8月9月ぐらいから担当になりまして、まだ担当ついて半年ぐらいなんですけども、よろしくお願いいたします。この4人だけ集まるのは、まあ、編集部でちょいちょい顔合わせてますけど、あんまりないですよね。ヒロアカ担当の4人組み合わせは何なら初めてぐらい。4人だけってのは初めてじゃない下すり初めてじゃないですか。担当ミーティングとかもないみたいな。堀越先生がいたら、まあ、歴代集まって飯とか行ったりはしてましたけど、なんかね4人だけで、いやそのなんかじゃあちょっと熱くヒロアカについて語ろうよみたいなないよ、ね。まあ、貴重な機会をいただいて、まあ、今日はちょっといろいろお話しできればと思っております。はい、はい、でじゃあ今日なんですけど、まあ、このあとアニメのこととかいろんなこと話していくんですが、まあ、最初にせっかく担当4人集まっているので、まあ、連載に至るまでの経緯だとかアニメが始まる前の経緯とかを話していきたいなと思っています。じゃあ最初なんですけども、まあ、どうしても3代目4代目担当から見えてこないところなんですけど、堀越先生と僕のヒーローアカデミアを連載始まるでに至ってどんな道のりがあったか、こんな苦労があったかってことを初代担当から喋ってもらおうと思うんですけど、小池さんそちらの方いかがでしょうか。はい、ですね、まあ、ヒーローアカデミア の、 その準備期間1年間あったんですけども、まあ、そのさらに僕の前に担当していた堀越先生を担当された方から僕が引き継いだ時に、まあ、今その書けるものがその材料としてそんなにないっていう風なお話をされてて、以前その堀越先生が読み切り載せていた僕のヒーローっていうヒーロー漫画があったんですね。でそれをやっぱり書くに漫画を書きたいんだって話をされて、で僕はやっぱそれはいいなと思ってました。でヒロアカの作中で志村奈々がそのオリジンが大事っていう風に言ってますけども、まさにそれで堀越先生がそのやっぱり最初に手応えをつかんだというか、その読み切りでそのやれたっていう風な手応えがあった読み切りが僕のヒーローっていう読み切りだったんで、それをその連載にブラッシュアップしていくっていう風なことをやるっていうのは結構スルッと決まりましたね。でもちろんそれがその後ものすごい紆余曲折というか簡単にできたわけではないんですけども、でも基本的には、そのオリジンを大切にしてその、まあ、面白さっていう風なことをぶれずに作っていったっていう風な経緯はあります。その1年間のすごい堀越先生の粘り越しの、勝利かなって思ってますね。いや1話目にすげえ時間かかったみたいな感じだったんですね。はい、聞いたところによると、そうですね、だからそのコミックスのおまけとかでもいろいろ堀越先生書かれてるんですけど、やっぱりそのいろんなキャラクターのいろんなパターンというかバージョンがあって、そのデックが最初、能力がないまま無個性のままずっと敵を倒していくっていう案がもう結構あって、ただそれも話していく中で、やはりそのもっと、強い、大きい話にするためにはしっかり個性があった能力があった方がいいなって話になって、ワンホールっていうのを
堀子先生が見つけてくれて、それも強化していくっていう感じですね、はい、結構その序盤の方連載始まる前から、まあ、オールマイトとかはいたと思うんですよ、しがらきですとかそこら辺の物語の結末こうしていこうみたいな話し合いとかってあったりしました？結末に関しては全然もちろん見えてないんですけども、これは多分その2代目担当の文字も多分知ってると思うんですが、最初にすごいキャラクターのラフスケッチっていうのはめちゃくちゃ堀越先生挙げてて、でまあそれも一部そのファンブックだとか作品の公式ツイッターとかで挙げさせてもらってるんですけども、まあそれを見た瞬間にやっぱりめちゃくちゃなんかいいなっていう、特にまあ信楽手が顔面ついてるデザインとか、あの爆豪のあの爆弾のコテっていうデザインってもう見た瞬間に全然キャラクターもまあ、あの漫画の中で動いてるわけじゃないんで出てきてないし、うん、あの分かんないんですけども、このキャラクターはすごいいいですねとか、なんかこのキャラクターたちが活躍する話ってめっちゃ若くしそうですねって話をしたのはものすごい覚えてますね、うん、でそこから連載が始まって2代目のモンジさんにバトンタッチしたと思うんですけど、はい、最初の頃から、まあ、読者の反応ですとか人気の方最初からすごく高いイメージがあるんですけど、その頃3代目4代目でまだ会社入社してないので、ちょっとその時の俺ら読者反応を伺いたいなと思ってます。反響どうでした？いやでも反響はやっぱすごかった。そうだよね、うん、なんかいきなり大人気みたいな、だからその、まあ、ジャンプはよくその1話目はいいんだけど2話目ですごい下がっちゃうとか3話目はもっと下がっちゃうみたいなところが、まあ、あるあるでそのまま終わってしまうっていうことが結構あるんですけども、だから1話目はそのかなり取れたっていうのはまあ安心したぐらい で2話目がかなり高かったんですよ。2話目も全然1話目からそんなに落ちないで、人気が高かったんでめちゃくちゃ嬉しかった気がします。もう文字に担当変わってたんですけども、結果決まった瞬間に堀越先生にすぐ連絡してこれは勝ったっていうこの作品続きますって話をすげえ言った記憶があります、はい、うん、文字にも LINE した気がする、その、うん、あ、そうそうそう、アンケートを先に文字が多分他の仕事で外に出ててアンケートを見てなかったんですけど、僕はすごいドキドキしてみて、はい、めっちゃ良かったんで、もう文字今すぐ見てくれみたいな感じでやったぞこれはっていう話でその時の反応ってどうでした？実際堀越さんの方ってやっぱね、でも1話目はそうね、やっぱそのさっき小池さんも言ってたんですけど、うん、まだ分かんねえなって感じ で、はい、で2話目の時も確かに喜んでたけど信じきってないっていうかはいはい、はい、いやそれいつ落ちるか分かんないんでみたいな感じだったような気がするな、確か。そっから結構ジャンプの連載作品って2度目のセンターカラーもらった時に作家さんのテンション高くなるっていう風に聞くんですけど、この前別の作品ですけど配給の古田さんが画集出した時に2度目のセンターカラーもらった時が死ぬほど嬉しかったみたいな話を画集に書かれていて、その時に2度目のカラーですとかあるいは関東の時って伝えた時で堀越さんってどうな反応だったりしました？全然覚えてないどうだったっけな、図工じゃんでも2度目のカラーってさ何の絵だっけ、あのバック号 VS デク の、ね、あのなんかこういうやつじゃない、殴りかかってるみたいな、いやでもその頃にはもう明らかに人気があったから、うん、そこでカラーもらえて結構いいんだっていうよりは、うんうん、それよりもちょっと手前で、うん、絶対いけてるじゃんこれっていう感じ、うん、まあ、少なくとも担当してる側は思ってたんで、はい、まあでも多分嬉しかったとは思うんで、うん、はいはい、でもそんなにやっぱ堀越先生自体がそんなにやったぜみたいな人じゃないから、うんうん、そうですね、もうこれで安心っていう風になっちゃうタイプではないから、うん、ないですね、うん、なんかファンブックかコミックスかなんかで答えてた気がするんだけど、あの相沢にその能力消されて、うん、お前はどうだみたいな感じ言われて、うん、ある意味その展開としてはちょっとマイナスの展開みたいなのやった時にそんなにアンケートが落ちなくてすごい手応え感じたみたいなことを言ってるところがあったと思うんだけど、この辺って記憶はない文字どうする前だからな、確かに、でも旗が見てるとコミックス出た時すごい反響があったイメージがあってバーッといくんですよ。コミックスはそうだったね、あの、うん、売り切れちゃったんだよね、はいはいはい、初日のなんか売り上げ率90何パーとか見かけないっていうか、もうオーパーツみたいな感じになる、もしこれを聞いてる方でヒロアカ第1巻の初版を持ってる方は、うん、あのぜひ大切に世にあまりないコミックスだったりするんで、はい、なるほど。じゃあ続いてなんですけど、まあ、それぞれ担当していて、まあ、期間が長い人短い人いると思うんですけども、担当していてこれ票取るなですとか手応えを感じた話数ってもちょっとお伺いしたいなと思っています。じゃあこちらは順番に連載、まあ、最初期に担当変わりましたけど小池さんの方だといかがでしょうか、うん、まあ、僕その、まあ、実際4話ぐらいしかやってないんで、あんまり
上げられるのはないんですけど、ただその中でもやっぱり1話目と3話目はめちゃくちゃ手応え正直あって、これはその連載に至る経緯にまた戻っちゃうかもしれないんですけども、堀越先生ずっと1話目にねもうその迷って書いてたんですけど、比較的最初にできたのって、あの最初にデックが爆豪にその助けに入るっていうその飛び出すシーンの4ページぐらいが結構初期にあって、でそれを見た瞬間に僕はあれこの漫画ってすごい漫画なんじゃないかってちょっと直感的に思ったんですよね。なんかそのもっと詳しいネタ、裏話してしまうと、1話目ってそのデクがその決してそのあのヘロドヴィランをあの倒すわけでもないし、なんか爆豪にめちゃくちゃ褒められてよかったねっていう話でもないんですよ。いびつな話ではあるんですよね、普通のジャンプ漫画すると、でもそのデクがあの自分をいじめてた爆豪を助けに入るっていうシーンを見て、僕はなんかその辺はもうなんかなくていいやって思ったんですよ。これだけでもこの漫画ってすげえいい漫画なんじゃないかって思えたんで、そこがやっぱめちゃくちゃ手応えあったっていうのはやっぱり読者にも伝わったかなって思いました。で3話目はもう本当に逆にその3話目ってジャンプの1話目でありそうな、初めて主人公が超能力を使う、でしかもごちゃこっていうヒロインのために使うっていうようなもうバリバリ、絶対面白いじゃんっていう風な回だったんで、それもめちゃくちゃ手応えありましたね。だからその連載が通った後に2話目をめちゃくちゃ2人で直した、ちょっとでもよくしようって言ってめちゃくちゃ直した。1と3に自信があるからこそ2に、そうそうそう、でこれもまた裏話なんですけど、その、ナルトの岸本正史先生と連載した後にちょっと1回お会いする機会があって個人的に、でその時にヒロアカの2話目がすごいって話をしてもらえて、担当としてはめちゃくちゃ嬉しかったし、堀越さんも多分めちゃくちゃ嬉しい多分一言だったと思うんですけど、さっきの質問で言うと1話3話目なんですけども、まあ、逆にその1年かけて3話作れたっていうところもあるんで、まあ、入魂の話はできたかなと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて2話目担当モンジさんお願いいたします。モンジはごそうだな、まあ、はいや多いんだけどめちゃめちゃ多すぎてな、18巻ぐらいまでモンジさんが担当なんですよね。まあやっぱり当然1話とか3話とかもすげえなーと思いながらやってて、でも最初に本当に俺あこの漫画は絶対すげえって思ったのは、あの自分がちゃんと一人で担当し始めてからだと、8話あの頑張れって感じのデクの時に、あこれはすごいなって思ったかな。こんなセリフ書けないし、まあ絵もやっぱすごかったんで、ちょっと面白いよねとかちょっと人気あるよねとかいうレベルじゃなく、本当にすごい漫画なんだなっていう感じは、まあ、その前からしてた気もするけど、まあ手応えみたいな意味ではさそこがすごかったかな、もうその後はもうどん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 出てきちゃうんでうん、あとは震えたというか、やっぱ打ち合わせしてるんで、はい、ある程度原稿とかそのネームができる前に、まあ、どんな感じになるかって、まあなんとなくは予想できるじゃないですか、はい、まあ、こういう話しようって打ち合わせしてやってるんで、大体わかるんですけど、やっぱ漫画編集やってると時々その予想のはるか上をいく、ネームとか原稿が来るときって何回かやっぱあって、やっぱそれが作家さんの本当の才能だなって思うんですけど、そういう意味だとやっぱオールフォーワンとやってたあたりはビリビリそれが来たというか、もうあの辺は本当に待ってて原稿受け取るたびになんかちょっと震えるというか、すげえなこれって思いながらやってた記憶あるかな。なんか個人的にはまあもう担当外れて横で別の作家さんと打ち合わせした時に話したのは、やっぱ届きオリジンの回は、あれがあった回は見本紙見て、もうこれは完全に何かが降りてないと書けない回だからこれはやべえって話をなんかその作家さんとした記憶はめちゃくちゃあって、あれはでも担当的にネーム見て原稿上がってきた時ってどういう感じだったの？でもあの辺もやっぱなんだろう、なジーンとしちゃうんすよね俺結構本当にヒロアカはまあ担当してたからってのはあると思うんだけど、やっぱネーム読んだりあと原稿上がって読んでて泣いちゃう時は結構あって、多分轟の回とかも結構あの時はねさすがにボロボロ泣いたりしなかったんだけどジーンとくるものはあったな。目でめっちゃ語るからね、と人も歪ませて、さらにだからネームより原稿になってもう一段階上がってくるところなんじゃないですか。あれすごいっすよね。そのこっちである程度ベストの絵を想像してるはずなのに全然すごい絵が入ってきちゃうっていうか、なんかあの言葉の書き方って本当になんか染みちゃうな、なっていいんだよっていうやつね。ですね。
じゃあ続いて、まあ、19巻から最新の29巻半ばぐらいまで担当していた宵富さんの方から これは来たなっていう話数をいただけると、はい、そうですね。でまあ僕がもう担当変わってからはすでにアニメも始まってて、うん、まあぶっちゃけ担当変わった時にはもうすでに映画とかも動いてて、うん、だからもうある意味人気作の道のりを波動を歩んでた状態だったんで、もうこれは来たなっていうか、もう来てる作品をすでにこう恐縮ながら担当させてもらったみたいな感じだったんですけど、うん、はい、まあ、その中でさらに堀越さんすげえなこの人って一番思ったのは、はい、ホークスの登場シーンの時、まあ、トップ10のヒーローを発表する時なんですよね、うん、話数で言うとこれ調べたんですけど184話、うん、で、まあ、多分アニメで言うと4期の本当後編の方だと思うんです、うん、最後の方だよね、だから結構新しいエピソードだと思うんですけど、この時だからトップ10のヒーローがネームの時点までビジュアルもまだ分かんないみたいな、うん、状態になってて、だからホークスは漠然とかっこいいっていうことと、はい、だっていうことは決まってたんですけどだいぶそれ以外なんかよく分かんなくて、で堀越さんにどういうビジュアルなんですかって聞いて、まあそのかっこいいっていうのを聞いてたから、どういうビジュアルになるんですかねって話してたら、うーん、なんとなくイケメンにして、うん、で最初は本当高弘っていうあの前作の、はい、あの大曲の時の前作 の、 あの大曲の時のキャラを流用しようとしてたんですけど、たまたまそれを同じ時を同じくして第1弾の映画の中で実はそのゲストキャラとしてスター制度を使って登場させちゃってたんで、いかん他のキャラにせなってなって、どうしようって、本当に原稿アップの前日まで決まってなくて、で、あの漠然とイケメン入るって言われてたら1日後にあのビジュアルが上がってきたんで、いやそれはもう本当に震えたというか、あの一コマだけで絶対こいつもういろんなバックボーンがあって、うん、でかつ、まあ、ただもんじゃないなっていうのが、はいはい、まあ、一発で伝わってきたんで、やっぱこれはすごいなって受け取った瞬間思いました。キャラデザインはちょっと異常だよ ね、 異次元ですよね、堀越先生は本当に、うん、でもその話で言うとさ、まあ、あんまりまだアニメには登場してないですけど、うん、あの漫画版ではめっちゃ人気なの見ることかってその時言ったの、うんうん、言いましたけど、それもだから本当にさらっと書かれてるような感じというか、うん、もう本当トップ10のヒーローは原稿になって俺も初めましての状態で、下書きが前日時点であったのがウォッシュぐらいかなみたいな、ウォッシュとエンデバーぐらいかなみたいな、本当むしろエンデバーの新コスチュームとかは結構悩みながら書いてるイメージがあったんで、そっちに時間がかかってて、初めましてのやつが次から次にかっこいいみたいな、本当にびっくりしたのを覚えてます。どうしてもね、やっぱりデザインって内容からはちょっと遠いところ の、 な、うん、あの話だったりするから、うん、その編集と打ち合わせっていうより作家さん独自で練ってっていう場合が多いから、うん、やっぱりまあ出されてめちゃくちゃ驚くというか、うん、いい意味で、うん、っていうのがやっぱ我々としては多い分野だったりするよ、うん、そうですね、うん、なかなかね編集からそのいまいちだなって時は言えるけど、うん、どうしたら良くなるか、こうしたらキャラデザインはすごく良くなりますってなかなか言語化しにくいから、うん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 、それってやっぱ堀越さんのキャラデザで出てきて、わなんか全然嫌だなこいつ変えてほしいなと思ったことはないな、そんなことはないですね。ありがとうございます。じゃあ続いて、まあ、僕の方からではあるんですけど、多分僕あの担当初期がまだ半年ぐらいで、かつあのアニメになっていないところってあるので、あんまり語るとあれかなと思うんですけど、まあ最近はとにかくあの物語の核心に迫るところバンバン出してきてるので、ある種すごいハードな展開になってるので、これどうなっちゃうのかなと思うんですけど、いわゆるずっと知りたかった情報が出てくる状態なので、毎週これはすごいな、これ次どうなっちゃうんだろうと思いながら楽しく読んでいます。結構単行本派の方もいると思うので、僕は逆に話数はちょっと伏せたまんま、ここからコミックスが出てくるので、まあどんどん次の本誌の方でもすごい展開に入っていきますっていうふうにちょっと一旦収めたく思います。じゃあ続いてなんですけども、アニメ化の話をやった時、まあ、どういう感じでしたか堀越さんとはという話を、アニメ化のタイミングということは2代目のモンジさんに伺いたいと思います。そうですね、いつ来たんだっけな最近、でも結構早かったんですよ、うんうん、割とこんな早く来るってタイミングで来た記憶はあって、はい、で、まあ、いくつか、うんうん、そのいろんなとこから話が来てた中で、うんうん、編集部だけとか先生だけの希望で全部決められないんだけども、はいはい、当然希望は言えて、うん、こういう話来てますって中で これがいいんじゃないかなっていう希望を言った時はやっぱボンズさんってのはでかかったな。例えば、まあ、原作とアニメ並行して走らせるってことがあると思うんですけど、実際オリジナルの話にアニメオリジナルしちゃうかどうかとか、あるいは原作準拠で
全てやっていくのかって話があったと思うんですけど、うん、そのあたりのすり合わせっていかがでした、当時としては。まあ、一番話したのは多分1話の構成じゃないかな、アニメで言ったら、うん、原作と違うんで、アニメはだからあれだよね、2話にまた分割してますんで、ね、うんうんうん、であれがいいのか悪いのかっていうのは多分、はい、まあ、脚本の黒田さんとか監督長崎さんとか含めて割と話したような記憶があるかな、はいはい、なんか俺当時に文字聞いたのは黒田さんがその3バージョン作ってくれたって言って、そんぐらいあったと思う、あの実際放送された原作通り丁寧にやって2話に分かれるバージョンで、かなりそのかいつまんで短くするバージョン、うん、まあ、その2つか3つじゃなくてっていうので見比べて、なんか結局全書選びましたみたいな。なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあまあその時そうですね、まあ心がけることして、まあそれぞれモンディさん以降はアニメ、まあ僕はちょっと担当しないですけどアニメのまあ言ったらオリジナルキャラも出てきたりとかいろんなことあると思うし、まあ劇場版とかいろんな設定もあると思うんですけど、その時の心がけたこととか楽しさ、あるいはこんな苦労ありましたみたいなことをちょっとモンディさん、ヨイトミさんに伺ってもいいでしょうか。苦労ってそんな、まあ、なんか忙しくなったとかもあるけど、別にそんなになんか辛いなみたいに思ったことはあんまなくて、うんうん、むしろ、うん、楽しかったし、はいはい、まあ、自分が割と初期からやってた作品がどんどんアニメにもなって人気出てってっていうのはやっぱ単純にやっぱ編集としてすごい気持ちいい瞬間なんで、うんうんうん、そこはもう、うわーもうグイグイよしこいって感じでやってた記憶があるかな、はい、特にやっぱ僕がすごいやりやすかったのは、うん、黒田さんの脚本がすごい良かったって言うとあれなんですけど、はい、まあ、当然いいんだけど、うん、なんかものすごいやっぱ原作の感じを捉えてくれてて、うんうん、ちょっと違うなみたいなところも言ったらすぐああ分かりましたって言って直してくれて、うん、本当にやりやすいなと思ってたし、本当に黒田さんでよかったって思ったのはやっぱオリジナル回とかやった時に、うん、なんか違和感がなかった、うん、あこれやっぱ全然ヒロアカじゃないみたいに思わなかったというか、そのあたりがあったから僕はやりやすかったですね。映画はだって黒田さん脚本なわけじゃないですか。あれ見てすげえなってやっぱり思いますよね。本当にねすごいんですよ映画は、うん、だやっぱ2作目の劇場版見た時に本当に俺はたまげたというかもう当時に2作目ってもう僕は離れてたんで、うん、あえて見なかったんですよ、その脚本とか。その一応頼朝に言えば見せてもらえる状況ではあったんで、うん、その公開前にいろいろチェックして、あこんな話なんだとかやれたんですけど、うん、ちょっと楽しみだったんであえて試写会まで一切情報入れなかったんですよね。で見に行ったら、もう全員に見せ場作ってあの時間に収めて、ですごい、ね、店のシーン作ってって、うん、あこれすごいなって思ったよ、ね、無理難題も無理難題をやっていただいてるような状態というか。2作目た時なんか堀越さんが泣いたみたいなこともおっしゃった記憶はあったりするんですけど、堀越さん一緒に見てたんでしたっけ。そうね、1本目の映画の放送の時ももう担当してて、はいはい、だからどちらも一緒に堀越さんと初めて見る時は隣で見てたんですけど、うん、1本目の時は実はもう堀越さんのスケジュールが一切開かなくて、うん、公開初日にお客さんと一緒に見たんですよ、はいはい、その普通に劇場に行ってチケット2枚買って、うんうん、そしたらもう隣でめちゃめちゃ泣いてて、俺も俺結構やっぱ初めてその担当作品のアニメ映画がね流れててこうグッと来てるんだけど、もうそれ以上に泣くからもうめちゃめちゃ泣いててやばいと、そのちょっとバレたらどうしようみたいなぐらいの感じになっちゃうぐらい泣いてて、やっぱもう全然こう感動が違ったというか、はいはい、もちろんねストーリーも自分ががっつり入ってて分かってるものではあったけど、うん、やっぱ、まあ、それこそボンズさんのあの絵で、はい、フルスクリーンであんだけの迫力で描かれてて、うん、でまあもうすでにね原作では描くことができなくなったデクとオールマイトの共闘っていうのを描いてもらってっていうことで、うん、もうすげえ感動してて、うん、で2作目はやっぱさすがにちょっとそれで交代できてるかなと思って、うん、そう2作目の時は確か東宝さんの試写室で、はいはい、俺と堀越さんの隣に東宝の社長さんがいる状態で見せて、うん、そうすげえ。で今度はだから俺めちゃめちゃ緊張して、確か堀越さんと社長に挟まれて俺確か見てて、はいはいはい、もう全然入ってこないわって思いながら見てたんけど
今度そこでも堀越さんめちゃめちゃ感動して泣いてて、はい、で横、まあ、ちょっと見たらいかんけどチラッて見たら、うん、社長もちょっと泣いてて、うん、これはすごい映画になったなみたいなのを思いながら見てたのを覚えてるかな、はい、そう当時肌から見ると、まあ、2作目も1作目からもそうですよ劇場版で、まあ、海外人気が特に大きくなってきたなというのを結構感じていて、当時その時は編集部の隅っこから見てたんですけど、2作目結構全米の方でも興行収入って結構大きくあったとかなんですよね。いやそうそうそう、なんかね一作目の時ですでにまあすごいって言われてた、はい、あのアメリカってまず公開日数が少なくて、うん、でその中で開けれる関数っていうのが限られてて、はい、でそこであんだけの数字上げれるってすごいですよみたいな言われてた数字の倍言ってて、うん、2作目で単純にね興行収入が倍になるってなかなかありえないことだから、うん、でそれはもう本当にあの現地に全然先々代の佐々木さんって元編集長がいて、編集、ね、その人からメールが来て、はい、とんでもない数字が出ているぞって言われて、それをめちゃめちゃ忙しくて2日後ぐらいに見たのちょっと寝かしちゃったすいませんって思いながらちゃんと公式な数値だと思うんだけど、うん、多分ヒロアカのその2作目の映画の公開日って、うん、ヒロアカ全米1位とかだったよね、公衆ね、その日、その日限定で、あ、そうそう、1日で言うとそうです。なんか酔い止めにメールした気がする。これはすごいんじゃないか、ね、マジでっていう、はい、下手したらそれも俺2日後に見てるいやでも今ちょうど今アニメはやってないですけど、配信サイトでも最近トップ10にヒロアカがたくさん入ってきていて、でそういう海外の熱で言うと、モンジさんの時に一回アメリカに堀越さんと一回出張とかって行かれたんでした。 あれはね、あの僕はついてっただけで、3人やりとり時代ね、3人も担当変わってて、担当変わってて、コミコンに来たい来たいっていう話はずっとしてて、うん、まあ、行けることになってサイン、向こうでサイン会とかもやってっていう話になってて、うん、で僕はもうその時は担当変わってたんだけど、なんかお情けで一緒に行ってみたいな感じというか、モンジさん英語できるし、堀越さん、モンジさんの英語に助けられたというのを聞いてるんで、本当にすごかったサンディエゴではもうモンジさんに本当ずっと甘えて、なんか一緒に行って、はい、すごいあんな気楽っていうか、うん、俺、うん、直接の担当でもないしまあ一応仕事はあるか、仕事はしてるわけだけど、はい、ジーンとくるものはあったかな。やっぱね、アメコミの本場で、かなりアメコミに影響を受けて始まった漫画が、はい、あんなに受け入れられてるっていうのを、やっぱ直で見るっていうのはやっぱ、うん、しかもそれを堀越さんと一緒に見た時はやっぱこうジーンときたな。会場のコスプレの数とかもすごくて、はいはい、スターウォーズ、マーベル、ヒロアカみたいな感じで、なんか大きく分かれててヒロアカの比率がそんぐらい高くてはいはい、はい、すごいなみたいな話をしながら、うん、でステージもなんかもう満帆で、やっぱねちょっと始まった頃というか、やり始めた頃は、まあ僕も堀越さんもちょっとアメコミのパクリじゃんみたいに言われんのかなっていう風に心配してたっていうか、別にそんな本気で心配したわけじゃないんだけど、まあどうせね日本人がその、まあ、擬音語とかさ、うん、アメコミの真似して書いてるみたいに思われちゃうのかなって思ってただけに、アメリカでバカみたいに人気ありますってなった時にすごい嬉しかった記憶はあるな。なんかね、それまでのイメージだとね、ナルトとかルローニケンシンしかり、そのこう和のテイストをやっぱりすごい生かした漫画が海外に人気ってイメージもあったんだけど、なんかもうねアメリカの方にとっては逆輸入みたいな漫画のはずなのに、これだけ支持していただけてるというのはすごいやっぱり嬉しいですよね。ありがとうございます。じゃあ続いて、まあ、今まで原作の話が結構分かりましたけども、具体的にアニメの方の話に移っていきたいなと思っています。じゃあ続いてはですね、ヒロアカのアニメの1期から4期の中で各担当が思うこれ来たな、これ一番だなって、それぞれ担当の中のベストの話数を教えていただければと思います。アニメの1期から4期、連載で言うと、まあ、190話くらいまでで、加えて劇場版1作目2作目でも大丈夫です。こちらも各担当の方に伺っていきたいなと思っています。じゃあ早速また初代の小池さんの方からよろしくお願いいたします。はい、本当これ選べないレベルなんですけど本当に素晴らしすぎて、状況証拠、僕に対しての状況証拠で言うと、やっぱりあのオールマイト VS あのオールフォーワンの神の編ですよね。でこれあの多分映画をこうあの公開された時に、その振り返り企画でヒロアカベスト新集みたいなの多分10個か20個ぐらいその YouTube で今も上がってるんですけど、それで上げられてるシーンの中も当然一つに入ってて、
でその動画僕多分120回以上見てますマジで多分あれ未だにずっと実はだから そんぐらい見てるんであの再生数の伸びとか見てるんですけど未だに結構伸びるんですよ、うん、僕みたいな人は結構いるんだろうなと思うんですけど、うん、そんぐらいなんか定期的に見てあの志村奈々 の演技から、うん、あのオールフォーワンとオールマイティのやり合いとかまで含めても完璧にもうグッときすぎてて、うん、あれはもう何回見てもありがとうっていうふうについに思うぐらいやっぱいいシーンだなって思っちゃいます、ね、すいませんねやっぱみんなも多分言いたいやつだと思うね撮られたみたいなシーンの一個ではあるだろう。できればじゃあ顔振らない方向で2代目の森さんの方からよろしくお願いします。だからなでも、まあ、一つはまあさっき原作の方でも出てたけど体育祭の轟く戦の、うん、まず作画がねもう何なのこれっていう、うん、いやえげつないですねえげつない意味のわからないねなんか、うん、なんかビームみたいになって、うん、ブロックみたいなボンボンボンなんだこれはっていうすげえってあれ確かテレビだと暗くしちゃってるんだよねからあの持ってる人はぜひあのブルーレイとかで見てほしいんですけど、うん、それもあの YouTube のベスト新種にありますめちゃめちゃ作画のあたりは本当すごいなと思ったのと、うんうん、あとこれすごいちょっとアニメっていうより本当に個人的なって書いてあるんでめちゃめちゃ個人的な話させていただくと、はい、4期のレッドライオットの話があって、まあ、原作やってる時は僕担当してて、うんうん、でアニメであれが流れた時は僕も担当外れてたんですよ、うんうん、で普通に土曜日かだからボホのへへんってしてたらすごい久々に堀越先生から LINE 来たんですよ、うん、であの辺の八歳改編って結構堀越先生苦労してたあたりで、うん、ちょっと思ってたより複雑になっちゃったりとか、うん、暗くなりすぎちゃったりとかでなかなか打ち合わせとかも難航して、うんまあ、それまでよりかなり苦労して書いてて、うん、難しい難しいって言いながらやってたから、うんまあ、当然俺も打ち合わせ長くなるし、うん、うわ大変だなってやりながらやってたあたりだったんだけど、うん、そのあたりのアニメが放送された時に突然 LINE でこの話の、クレジットに原作もんじさんも入れてほしいぐらいですみたいな LINE が突然来て、はい、もう本当にちょっと泣きそうになっちゃってな、ね、何これっていう、うんね、だって書いてるのは当然堀越さんだし、うん、でもない堀越さん書いてるけど、ね、まあそれぐらい、うん、なんかそれぐらい一緒に頑張ったんだってなんか急に言われたから、はい、あれはなんか本当にこう個人的にめちゃめちゃジーンときてしまった回、うんうんはい、でもアニメとしても当然素晴らしい当然アニメとしてもめちゃめちゃ、うん、めちゃいい出来なんだけど霧島の見せ場の回そうだ悩んだだけのちゃんと回になってるというかその苦労分だけの回そんなこと言うっていう、ね、確かにそこがまた堀越さんの優しさですよね、うん、あの人らしい来るからすごいびっくりしてうるる来ちゃったっていうそういうそういうのも乗っかって そういうのも乗っかっての個人的ベスト回かな、はい、めちゃめちゃいい話ありがとうございますじゃあさらに被らない方向で米津さんよろしくじゃあちょっとさっき原作で言った回とも被ってきちゃうんですけどあのいやと言ってもあれですよあの他の人と被るじゃなくて、うん、ホークス登場も合わさってるビルボードのとことそこから、4期のラストのとこの始まりのっていう、はい、あのエンデバーのラストバトルのところまでの2話が個人的にはかなり、うんまあ、気に入ってるというか思い入れもあって、うん、あれ実はそこ俺の下の名前呼んでくれてるんですよあのモブで凌介くんっていう子が出てきて、うん、そう凌介いつもありがとうっていう子供の名前が凌介くんありがとうねそれが結構個人的にはへへって嬉しいっていうのとあとやっぱラストのエンデバーのバトルがすごくて、うんはい、ここもやっぱりちょっともうまさにさっき轟きのところでも言ってましたけど、うん、そのもうエフェクトがどうなってるかこのリアルタイムじゃ追えないからコマ送りにするしかないんですよね何がどうなってああなってエンデバーはあの体型で回転してるんだろうみたいなでもとにかくものすごい動きをしながら、うん、あのハイエンドと戦うシーンっていうのはもうあまりに熱くて、はい、あそこはかなり印象に残ってますあとはちょっとごめんなさい1番って言いながら3つぐらい挙げちゃってるけど劇場版の2作目の、はい、あんなラストやっていいんやっていうあの展開、はい、あれはもう本当に堀越さんを何度も止めたけれども、うん、もう絶対にこれはやりますと聞いてもらえなくてやっぱ原作担当としてあんなの映画でやられちゃったら、はい、漫画で何やる、まあね、そう漫画で何やるのよっつったら、ね、そうでももう本人がこれはここでやるべき、うん
だし、思いついちゃったからここで絶対やるべきだし、うん、はい、これをやるからには僕はもっとすごいラストを書きますって言ってたので、うんうん、かっけーって思ってそれが印象に残ってます。あの無音の無音っていうかさ、うん、BGM だけのアクション、はい、すごいよね、あれすごいですよね、効果音とかセリフ全部飛ばすやつとか、うんうん、やっぱバトル漫画だから、うん、あのアクションをしっかりねあれだけ描いてくれると本当嬉しいよね。いやちょっとボンズさんの作画がすごすぎるというか、うん、まあそれこそその無音っていう音も相まってみたいな、うん、林さんの、はい、あの音の演出も相まってだと思うんですけど、それ俺も言いたかったんだけどさ林さんの音楽ってすごいよね。めちゃめちゃいいですね。あれでなんかこう涙腺刺激されますね。刺激度がなんか 45% ぐらい上がる感じあるもんね中野さんもよく言ってて、うん、中野さんもだから林さんの、まあ、編集長ですね。そう、そう、中野編集長もあの林さん の, あのオーケストラの風味の音楽がもうちょっと涙腺刺激されてやばいわみたいな、うん、あれ良すぎるから結構テレビ見てて、うん、なんかバラエティーとか情報番組とかで使われてますね結構、うん、突然流れてくるからヒマコの曲だってなるよねなるなる。有声団はさすがにあんまり有名だから流れないけど、うん、その他の曲でもやっぱり気づくもんね、うん、林さんのこのヒマコの曲だっていうのはすぐ、うん、ありがとうございます。じゃあなんか自分で振るのもあれですけどで僕まだアニメの脚本を見るとかそこら辺にまだ入れてなかったというか動きとかは始まりますけども、でなので別の視点から、僕一期始まった時にまだジャンプ編集部に入ってもいなかったので、当時普通にこう学生、いやギリ内定もらってこっからまあ会社入って多分配属がジャンプかどうか分かんないので見てたんですけど、うん、なんて表情がいいアニメなんだなと思いました3話目うなで筋肉の回ですからね、やはり浜辺を掃除する回です、うん、このアニメ、まあ、アニメやった時ってやっぱりてか昔のアニメ知ってると表情が出なかったり、あイケてるけどでもちょっと絵が追いついてないなってことよくあると思うんですけど、昔のアニメ見てること、ただヒロアカってその他のデクの泣きの表情、こういうの演技がすごくいいなと思っていて、で逐一やっぱり楽しいシーンでも生きてくるんですよね。51話のハイレイ、リョウ、まあ髪の戦い終わってみんなでそれぞれの部屋を見てワッキャワッキャする回とかもみんなすごく楽しく見れるので、あのあたりはもちろんバトルもいいアニメなんですけど、見ていて自然とほっこりしたりキャラクターの感情のアップダウンに心打たれるシーンが多い、そういうアニメかなと思って見ています完全に ねその時は一視聴者としてだったのにめちゃめちゃ細かく見てたそんなにあれぐらい動くでアニメって、まあ、だからそうか、一視聴者として見ててもめっちゃ目立ってたアニメだったっていうこと、うん、そう思いますね。今俺めっちゃ優勝したねいやでも本当全部素晴らしいですよ、やっぱり声優さんの演技も含めて、やっぱりもう声優さんもいいです。そうだからやっぱそのさっき酔い止めが挙げたやっぱりあのエンデバーの最後のプロミネンスバーンとか、うん、すげえな声優さんって宮田さん本当すごいなってやっぱり、うん、もう随所にそこ以外にもやっぱり思わせてくれるっていう場面もあるんで、本当に相乗効果で、いろんなものは相乗効果でその組み上がって盛り上がっていただいてるアニメを作っていただいて本当にありがたいなと思いますね。やっぱりこれだけ原作の方とアニメ制作陣が距離近いアニメってそうそうないなと正直思っていて、ただ制作の資料チェックも堀越さんもされていて、で細かなチェックで、かつ堀越さんとにかくキャラのパーツが細かいんで、それを丁寧に再現してたけどすごくありがたいなと思って原作担当としては見ています。あんな作画コストかかるコスチュームとかコスチューム毎回変わってくるんで、あれすごくなんだろう、迷惑をかけてると同時にとてもありがたいと思いながら見ていますなんか酔い止め聞いたんだっけな、うん、はい、多分4期のエンディング の,、うん、あの写真がいっぱい出てくるシーンで、はい、あのホークスのやつ確か、そうです、ね、堀越さん書き下ろしましたね、あれだからもともと全く違う、絵の案が上がってて、でも、うん、ホークスは実はこういう幼少期を過ごしてるからって、まあ、今まさに原作で動いてるところ、はい、もうそこの裏設定が決まってる状態だったから、うん、こいつはこんな幼少期は過ごしてないと、うんうん、だからこういう幼少期は過ごしてるはずだってことで、まあ、結構ねあのハードな一枚黒服に特訓してるみんなこう思い出のほんわか写真があると思いきやめちゃめちゃハードな一枚射撃訓練をしてるみたいな。で結構実はそこ他もリテイクが入ってて、その、うん、もともとミルコがバレーしてるシーンみたいなのがあるんですけど、はい、あれに関しても最初本当みんなと一緒に楽しんでるみたいなやつだったんだけど、堀越さんから一言もっと無双させてくださいみたいな、そのこいつはもう誰より活躍するはずだからみたいな感じで書かれてたりとかで、結構本当にそういう細かい部分まで、うん、あの堀越さんの意図を組んでもらって作ってあるアニメですね。はい、はい、じゃあおっさん4人で喋ってきましたよエンディングの時間がやってきました、はい、
今度始まりますヒロアカテレビアニメ噛みましたアニメ5期、そしてこれからのアニメヒロアカに期待すること、こんなシーン、このシーンをどうしてくれるんだろうみたいなことっていうのを、それでまた初代担当から順に喋っていきたいなと思います。じゃあまた初代担当の小池さん、よろしくお願いいたします。はい、僕はもう単純に視聴者として見る側なので、本当に素晴らしいアニメだなと思ってますんで、それに感謝しつつ楽しみに待ってますだけです。本当にもう何も言わなくても素晴らしいものを見せていただいてるんで、うん、本当なんかお願いするとかも本当におこがましいですっていう言い方で、はい、はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてモンジさん。そうですね、僕も実は去年からメディア担当という形でヒロアカにも、まあ、舞い戻ってきたというか戻ってまして今まではねもう視聴者側ですって感じで、まあ、楽しく見てますって感じだったのが、また制作側に戻ってしまったっていう感じがあって、でも久々に戻った時にやっぱ変わってない部分、制作現場の熱みたいな部分、はい、全く変わってないのをこれだけ長くやっててすごいなって感じてて、であと見てくれてる、はい、そのお客さんのその熱も多分下がってないなっていう感じを受けてるので、うんうん、本当にここまで愛される作品になってよかったなっていう、まあ、これからもどんどん面白く、うん、一緒に作っていくので、はい、楽しみに見てほしいしついてきてくださいっていう感じです、ね。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、具体的に5期の内容原作で担当していた頼富さんの方からよろしくお願いします。そうですね、だから僕は原作で担当してた話を、ただ今はもうちょっと担当離れた立場から完全に視聴者として、うん、見れるので、もう本当楽しみでしかないですよね。で、うん、5期って、まあ、原作読んでたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃキャラ数が多いのでどうするんやって、まあ、これもまたボンズさんにとっては苦痛でしかないというかもう本当にめちゃめちゃしんどいだろうなと思いつつ、ただそれが画面でめっちゃ動いたりしたら俺は感動してしまうなと思いながらすごい楽しみにしています。はい、はい、ありがとうございます。まあ、今担当の田口、まあ、僕としてもですね、結構ここから先、まあ、A 組と B 組の話もありますし、もっと先の展開いくとヴィランの話とか、いろんな今までのヒロアカと違った系の作品じゃないや展開がどんどん出てくるってところがあると思っているので、まだ担当ついて間もないですけど、これをどう演出していくのか、これできるのかってこともあると思うんですけどそこを結構堀越さんと毎週打ち合わせするときに、でもヒロアカのアニメスタッフさんだったらよくしてくれるはず、よりよく面白くっていう、暗いけどっていう風に思ったりもしているので、そこをちょっと今楽しみに待っています。はい、でも作画コスト的に下手すると今まで一番やばいんじゃない、うん、いやかもしれないですね。本当キャラ数もそうだし、その演出的にもそう、アクションとか背景とかやばいから、やばいよねやばいとしか言ってない、やばいとしか言いようがないけど、怒ってるかなボンズすいません、ボンズさんごめんなさいとしか言えないですね。じゃあ続いて、まあ、まあそれぞれ担当からですね、ファン、まあ読者の方、視聴者の方へのメッセージというものをお送りしたいなと思っています。こちらはまた初代担当から、よろしくお願いいたします。はい、まあ、今度の春でヒロアカも5期ということで、まあ最初からそのずっと見ていただいた方もいらっしゃると思いますし、この春から見始める方もいらっしゃると思いますが、必ずそのどっかで見ても面白いのがヒーローアカデミアであり、ヒーローアカデミアのアニメだと思いますので、皆さん、いろんな形でその見逃し配信でもリアルタイムでもその録画でもいいので楽しんでいただけるとやっぱり嬉しいです。でそれを楽しみに僕もしてますありがとうございます。じゃあ続いてモンジさん、よろしくお願いいたします。そうですね、結構さっき言っちゃったって思ってるんだけど、でも本当にここまで愛される作品になるっていうのはすごいことだと思ってるん で、うん、でその力があって、堀子先生が書く力にもなってると思うし、うん、それどんどん相乗効果というか、うん、皆さんの熱が作品を熱を高めて、うん、でその作品の熱で新たなるファンがみたいな循環がねできてくれると本当にいいなと思ってるし、実際今まではそれができてきてると思ってるんで、うん、5期以降、まあ、原作の方もそうですし、うん、これからもどんどんヒロアカ面白くなっていくので、楽しみについてきてもらえればと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて頼富さん、お願いいたします。はい、もう僕は皆さんと同じ一視聴者なので、
一緒に楽しみましょうっていうのとまあその唯一違うところで言うと先の展開をちょっと知っていて、その知ってる情報だけを元に判断するに絶対これから先面白いことしか待っていないのでまあ本当にただただ先の展開を楽しみにしています、はいはい、ありがとうございます。じゃあ最後、まあ、4代目担当の田口からなんですけども、そうですね、まあ、昨年末のオンラインで開催しましたジャンプフェスタの方で、これから物語が、まあ、最終章の方に動いていきますっていう風にコールしています、堀越先生からの方ですね。で実際もう今ほとんど、まあ、いわゆる読者が知りたかったことが開示され始めていて、いわゆる彼のヒーローネームはどうなるみたいなことだとかあるいはあのキャラって最後どうなるんですか、過去ってどうなってたのっていうことがどんどん出されてくるので、いわゆるヒロアカをある意味一番楽しむ時期に突入するんじゃないかなと思っています。でその導入がアニメで見てもいいと思ってます、原作でもですね、それこそ5期で、ヒロアカいわゆるデクがどうなっていくのかですとか、他どんな新キャラ出てくるのかっていうこと、合わせて原作の方もそれに負けないぐらいどんどんいろんな展開キャラクター、あるいは、こいつ出てくるんですかみたいなというキャラクターがどんどん出てくると僕は打ち合わせで聞いています。ちょっと今のところジャンプのよく漫画の最終章って最終章ってコールしてから長いよねとかよく言われたりするんですけどこの作品もどれぐらいで収まるかはまだわからないんですが、ひとまず言えるのはどんどん楽しいことが起こってきます。で毎週ジャンプで作品が出るときですとか、アニメ何かコラボしたときに日本だけじゃなくて世界でもトレンドに上がったりしてくるので、ぜひアニメと一緒にですね、ヒロアカ最後に向かって走っていくので、ちょっと楽しんでいただければと思っています。はい、では最後にですね、ちょっと趣旨が変わるんですけども多分この放送を聞いてるであろう堀越先生初代担当の小池さんからメッセージよろしくお願いいたします。難しい振りなんですけどそうですね、本当にあの今日あのお呼びいただいてとか、あとはアニメを見てる時とかにもういつも僕は思うんですけども、あの原作2話のセリフでデクがオールマイトに、あの僕は恵まれすぎてるって泣きながら言うセリフがあるんですけども、まさにこの作品ってそれだなと思ってて、本当にファンの方とかあのアニメの方とかその他関係者の方に本当にご協力いただいてここまで来てると思います。でそれはもちろんそのジャンプ編集部、僕も含めてジャンプ編集部はビンビンに感じてるんですけど、堀越先生はまあそれ以上にやっぱり感じてくれてると思うんですよね。でそれなんでなんか僕はこれから堀越先生に頑張れとかっていうつもりなくて、もう勝手に頑張っちゃう人なんです絶対、うん、だからそれをなんかやっぱりもう僕とか読み止めは担当外れてますけど、あの全力で支えるところで支えますんで、本当に最高の作品をもっともっとその皆さんのご恩にその報いるような作品を作るように一緒に頑張っていければなと思いますんで、体調に気をつけて本当に睡眠時間とあと体重だけに気をつけて頑張っていただければと思いますんで、はい、あの一読者としても楽しみにしてます、頑張ってください、はい、以上です、はい、ありがとうございます、はい、では、以上でこちらのヒロアカ第5期アニメの記念のですね、担当編集の座談会の方を締めさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。夢を形にするためにヒーローになるためにピンチに力を発揮する A 組か、現実に全体を底上げしている B 組か、楽しみだ。 A 組 VS B 組、初めての合同戦闘訓練、バキラが黙れ、勝負は必ず完全勝利、いくぞ。大丈夫、絶対勝つから。突き上げたランナーワンが指さす空の彼方、別に見くびってたわけじゃないけど、これがヒーローか。僕らはヒーローになるためにヒーローらしからぬ立ち回りをしなきゃならない。もっと強くなってんぞ。誰も俺を止められない。なりたい俺になるために。思い出すだけで何でもできる気がしてくるんだ。常に心に欠点を。